ますかね、さあじゃあ続いていってみましょう。じゃあまだまだ皆さんね挨拶足りないと思いますのでいきましょう。性癖について語ってくださいということで、まあ皆さんね好きな性癖をちょっと順番に聞いていこうかなと思うんですけども、まあ見劣りすると悪いんで僕とライフくんからいきますか。はい、そうしましょうか。性癖ね、じゃあライフくんの性癖、まあ好きなプレイというかそのまあ憧れのプレイでもいいですけども、はい、うん、何かありますか。え、チアガールチアガールね、よかったライフ君最初にして結構ライトな方から来ました ね、よかったよかった、うんうんうん、頑張れ頑張れもやっぱその辺から来てますから、やっぱそうだよね、もともとねその応援っていうコンセプトがチアガールから来てますから、うん、男子はいつだって疲れてるんですよ、いつだって応援してほしい。あ、素晴らしい、確かにどんな瞬間もライフ君の同人誌でよくあるのがその、うん、まあ主人公がちょっとショタっぽい男子なことが多いんだけど、そのショタっぽい男子がこう、はい、いたしてフィニッシュを迎えた瞬間に偉いぞって言われる、あれは性癖なんですか。あれはね、あれもう自分の大発明と思ってます。あー、なるほどね。、まあ、あれはやっぱりね、そのなんだろう、昔ライフ君に聞いたのが、まあ、どの瞬間でも男子は褒めてもらいたいものだと、うん、そうですそうですっていう理論らしいですね。素晴らしい発明だね。本当か。世紀の大発明だよこれ。だって赤ちゃんの頃から。何言ってんだよ。何言ってんだよ。左喋んなくてよ。言われると思ったね。お姉ちゃん。言われると思ったね。なるほど、まあ世紀の大発明ということでございますが、うん、じゃあそうだな、僕の性癖なんですが、最近まあもともとねド M 禁止なのでスパンキングとかは好きですかね、まあ、ただこの中で言うと割と、へーなんだこの中で言うと結構こう軽めかなっていう感じはするんですけども、ケツを叩かれたい側なの。叩かれたい側ですね。それはすごく急に腹落ちになった。もう叩かれたい側ですね。誰か絶対叩くイメージがすごくあるじゃないですか、うん、オラオラつって。なるほどね、まあ、マリオさんはまだね、それに対してたた、うんうん、まだこう僕との付き合いが浅いから、まあ、これからやってきますよ。あ、なるほど。あれか、にわかか、俺。いや、僕はマナミにやっぱケツを叩かれたいと思い続けて早1年、2年ですからね。それってやっぱ手の方が嬉しい？なんかムチとか使われた方が嬉しい？あ、でもやっぱりぬくもりティーは感じたいよね、手でね。あー、手が、手なんだ。首締めは首締めなんだ、忘れてた。首締めやっぱ好きなんですけど。じゃないかな、首締めは。あ、そう、流行り終わったか。最近は割と、やっぱね、流行りあるんですよね。半年に1回くらいこう流行りのこう入れ替わりみたいなのがあって。あ、わかるわかるわかる。そう、アニメのクールみたいなもんですよね。そう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 。最近はそうですね、あの首締めよりもまあスパンキング、うん、腹パンとかもかなっていうところがあるんですけども。割とド M なんですかね。はい、まあド M 性癖ですねっていうところなんですけども。いいねいいね、すごいニコニコしてますけど、うん、まあ、リリス君ね、あのじゃあリリス君答えましょうか。性癖について、リリス君の性癖なんですか。うん、私はね学生服でぶちほかされたいの、学校で。何、学校で、あのね、はい、学校の教材の上で犯されたい。わ、はい、かるわかる。まあまあシチュエーションとしてはわかるけど、本来勉強するべきところで、そう、あ、そういう背徳感か。そう、なるほどね。そうだから元彼とはあれだよ、一生懸命あのコスプレしたよ。もうやだもうやだ、急におもむろに元彼の話してくる VTuber お前くらいしかいないからな。いや、聞きたくねえ単語だな。聞きたくないよ元彼って単語。聞きたくねえ単語なんだよな。ユニコーンバタバタ死んでるわ今。本当ですよ、心にぐさっときましたからね。聞きたくねえ単語聞こえた。元彼が何だって、元彼とやったのは何だったって。元彼と一緒にちゃんと、うん、あのシチュエーションホテルのがあって、そこの学校のところでちゃんとコスプレしてやった。そうだった、めっちゃ行った。あ、社長知るって、社長知るから。なるほどね。まあそう、ユニコーンたちが、ユニコーンたちが、人生長いからそういう時もあるよね。ちょっともう僕の今ユニコーン完全に馬になってます。普通の馬になってます。普通の折れましたが、バキバキな、バキ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 でございます。完全に馬娘になっちゃいました。馬娘になっとんな。なっとんな。なるほど、ちょっとまあユニコーンは死につつなんでございますが、じゃあマリオさんの性癖ありますか。俺はですね、最近とかまあ結構昔から好きなんですけど、はい、催眠術にかかった女の子が、途中までそのままの状態でセックスを、男性が、うん、今だったら催眠術で自由にできるで、はい、へーへーって言って、でセックス始めて、はい、中に入れちゃって、で途中でやばい、はい、そろそろ行きそうな時に、はい、あの入れられてる方が催眠術からパッと冷めちゃって、あー、
よくあるシチュエーション。 あんた何してんのよってなるんだけど、うん、でも催眠にかかってる時それいいって言ったじゃないですか、はいはいはい、いやちょっとやめなさいよあんたってなって、そのままこのまま中で出していいですかっていうシチュエーションがあって、これ何かっていうと、はい、伊藤ライフ先生が書いたパチュリーのエロ本がこのシチュエーションにあったなー懐かしい。パチュリー本聞いたことあんなで俺あの、ね、知ってる人は知ってると思うんですけど、伊藤ライフとは俺がもう高校時代ぐらいからの付き合いで、もうずっと伊藤ライフがエロ本書いた時からもう彼の顔知ってるんで、俺は彼のエロ本で一生オナニーできなかったんですけど、その本だけだったんだ。そう、その本だけは伊藤ライフの顔を飛び越えてそのエロのシチュエーションがバンと来たんで、へーすごい、うん、初めて伊藤ライフの顔を忘れて、そのウォールマリア飛び越えんねくれ今だけは彼を忘れられつってオナニーできたね。その本は未だに大好きですよ本当に。なるほどね。まあ、それあの DL サイトの伊藤ライフ大全集に入ってますんで。さすが宣伝もありがとうございます。またのありがとう息子。せいがさ、この画角が伊藤ライフ大全集みたいな画角なんだよね、なんか。確かに。確かにね。四分割の。うんうん。同人誌の表紙並んでるみたいな感じになってます。並んでるみたい。そうだ、俺中出しとかそんな興味なかったんですけど。はい。うん、伊藤ライフの伊藤ライフ先生そのエロ本で結構グッと興味湧きましたね。あ、中出しもいいもんだなって思って。あ、そうなんだ。なるほど。いいもんだな。断面図もいいもんだなって思って。外の方。いいもんだいいもんだって思って。素晴らしい。わかりました。はい。はい。はい。ということでですね、じゃあ最後まなみくん性癖いきましょうか。だって最後に取っとかれたけど、あいつの普通なんだよな。普通って言って普通のこと答えたことないよね、君ね。普通だよ。本当に？うん。言ってごらんなさい。何？あいつのね、職種が好き。ああ。職種がね、いや、解体願望がすごい。解体？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 え、シンク中職種と遊んでいたい。刺激するのあなたが。うん、職種を飼って遊ぶって、そんなどう遊ぶの？そんなのもう一日中エッチするに決まってるじゃん。ダメだこいつ。素晴らしいな。素晴らしいな。さすがお姉ちゃん。強いな。間に合わないよ。人外のものかやっぱり。え、まなみは結構職種ものの同人誌とかも好きなの？うん、すごい読む。めっちゃ好き。そうなんだ。職種物ってライフ先生扱ったことないですよね。ないですね。書かないの？一回も書いたことないと思う。会社でも家でも。仕事でも書いたことないのか。ないわよ。職種物ってだってまあ一般的か一般的じゃないかっつったら、まあ一般的じゃないだろうしね。メジャーではあるけど案外玉はないな。そうないかも。え、どうした？すみません、いや、だってちょっと受けてるし、内臓のと思ってたから、あれ内臓の中ではショックメジャーだったんだ。現実とのギャップが生まれた。いやでもあのその職種に体の自由を奪われて、なんていうの、動けなくされてっていうのはちょっとグッとくるものありますよ、うんうん、あー、なるほど、確かにね、うん、それは悪くないなって、うん、でも仲良くしたいんでしょ、職種と。仲良くしたい。ちょっと言うこと聞いてくれるけど、たまに言うこと聞いてくれないくらいの可愛い職種。ああ、いいですね。いい距離感ですね。可愛い、可愛い。なるほど、なるほど。トイプードル感覚やな。トイプードル。嫌だな、そんなトイプードル。嫌だもう。お散歩とかしちゃう。職種と散歩。なるほどね。ドッグランどうすんねん。一匹だけ謎に禁止だわ。ハイズリボーチェン。そうそう。じゃあね、職種のね、あの新たな可能性を見えたところで次行きましょう。さあ、伊藤ライフ先生がママで良かったエピソード、もしくは逆のエピソード。